ケボラとか何やろ三兄弟、はい、じゃあですね今日は次の新しい家見てないですよね君たち。まだどこまでできてるか見に行ってみましょうか。はい、気分はどう？気分はどう？なんか、うん、楽しそうやし、うん、何でもできそうやから、うん、楽しい。楽しい。ゆうちゃんは？で、引っ越し、うん、まだあるな。うん、で、ゆう、うん、で、はいはいはい。ゆうちゃんはどう？うん、お箸とコンロでボールいっぱい置けるし、ご飯食べれる、うん、そういうことな。あとまだ食べられへんかな。はい、コウダイはご飯食べるも嬉しい、うんうん、まだ食べられへんけど一回見に行ってみような、うん、どこまで進んでるか。お父さん見た？お父さんちょっと見てきたよ、うん、でも君たち初めてでしょ。見たい人、はい、レッツゴーゴー。どうしたの？あー高評価。お父さんが10秒数えるまで見たらあかんで、ね、わかった？うん、いくよ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ゼロ。はい、振り向いて。どう？新しいやつどう？どうか見て。ねえ、どうか。ストップでゆっくり見ていくから。これ全部、高台と集落というのがいい。全部。大きくない？大きい。でも、もうちょっとしたらできるから、一回見に行くよ。光の家見た。すごいやろ。光見た。バイバイ太郎 YouTube。どうも、光見た？はい。スイッチと？はい。チビキン、サイコパスシイタケです。はい、はい、お父さんとお母さんの部屋を見に行きましょう。行きますよ。はい、これお父さんとお母さんの部屋です。まだ全部完成してませんので。はい、どうぞ。じゃあ開けてください。いいよ。テレビでかい。テレビどうでしょう。75インチ。やば。映画館。やば。やばいよ。ぴょんぴょんめっちゃするやん。マットはシモンズのマットを買いました。はい、カサカサ言う。これはベッドで収納が一番下にあるものですね。はい、じゃあ行きますよ次、うん。こちらは部屋じゃないです。ここに出たとこができるんですけど、はい、じゃあ開けてください。ここはクローゼットです。君たちの、はい、服をしまうとこです。はい、でここに物を置きます。でここにハンガーを置いて、上の服、あ、お父さんとかここに入れる？え、スーツ。そう、スーツとか君たちのこういう服とかを全部ここに。白いスーツとかお母さんとか。お母さん入れんの？ここお母さん、こんなところに、うん、ほな、じゃあみんな中入ってみて。はい、中入ってください、はい、一旦。はい、一回閉めてみますね。じゃあ、どうしようくん。こっちから出てくる。はい、こんにちは。わぁー、シャイ。はい、オッケー。はい、ストップ、次行きます。ここはですね、コウダイくんの部屋になります。だから僕、一回コーダに開けさせてあげて。一回私中から撮ってみる。あ、いいよいいよいいよ。一回向こう行って。一回向こう向いて。これはコーダね。どう？うわー！コーダの部屋です。緑。そうや、ここは緑。バレました？はい、ここはコーダの部屋で、これまだ布団マットも着てるので置きます。で、クローゼット、これは大人になっても使えるように全部ここの線に。ここのところで、コウダイが大きくなってテレビもちゃんと壁につけれるように、ちゃんとテレビアンテナも置いてます。ちょっとみんな入ろう、うん、はい、入ってみて。そうです、はい、広さ十分でしょうか。急いです。はい、はい、次、危ない次に行くで。シューダイはまだ一人で寝れないので、ゆうちゃん、ゆうだい、ゆうだい、ストップ。寝れないので、
修大の部屋は一応作ってますけど、ベッドはまだありません。約束ができて寝れるようになったら修大の部屋になります。でここ今荷物まだ置いてるから、工事してるやつがあるから、ここが修大の部屋になります。ほら、修ちゃんの部屋もちゃんとあります。全部クローゼットも見て、ちゃんとあるやろ。一緒やろ。テレビも一緒や。一緒やろ。でテレビもちゃんと大きくなってからやろ。テレビは、ちゃんと修大の部屋もテレビつけれるように、ここにちゃんとテレビアンテナも置いてます。ゆうちゃんの部屋もあります。はい、用意どうぞ。どうですか。こうですよ。テレビもある。でもテレビつけるのもあるけど、ここはゆうちゃんと修大がまず寝ます。広大はここの家に来たら一人で寝るから、お父さんの部屋の横で一人で寝ます。分かった。寝れる約束やで。だから広大は勉強机もベッドもあります。ゆうちゃんはここでお母さんと寝るんでしょ。オッケー。じゃあここちょっと今工事中ですけど入ってみてください。どうぞ。まあこれ映してもいいんじゃん。ほら、どうでしょう。これは手洗うとこです。どうですか。鏡が入る。まだ出へんね。どう。すごい。すごくない。引っ越し。何これ。ラグジュアリーホテルみたいな。ラグジュアリーホテル。お風呂どうですか。お風呂ですね。お風呂しかない。見ますか。うん。うわー。はい、どうぞ。お風呂大きいやろ。入ってみて。入ったか。ホテルみたいな感じね。ホテル、はい、ホテルすごい。でかいね、やっぱりな。チャンネル登録よろしくお願いします。どうぞ、お母さん先入ってください。でダイニングテーブルも入っていきますし、ソファーも入っていきますので、まあ今のところこれぐらいかなと。じゃあ意見聞かせてもらおうかな、感想。まずほんなら感想を誰から言いますか。はい、じゃあゆうちゃんから行こう。早く。はい、ゆうちゃん。で、楽しい。楽しい。以上。はい。楽しい。はい、次は、はい、はい、修大どうぞ。なんか修大さ、一応イカゲーム参加すんねんな。うん、引っ越しすんのがイカゲームみたいやし、な、イカゲームもできるから、どんどん、だから嬉しい。なんか広いもんだ。嬉しいですか。広い。広いもんな。オッケー。イエーイ。はい、じゃあ広大どうぞ。どう、自分の部屋できんの、どんな気分でしょうか。嬉しい。嬉しいから体の動きが止まらないんでしょうか。はい、廊下これ見て、奥まで行ってみ。はい、廊下見てみ。廊下ずっとまっすぐ。あかん、そこ開けへん。そこ開けたらあかんから、はい、まずまっすぐ行ってください。廊下すごいで、ほらこっち向いて、ほんでじゃあ行けます。はい、しばかれるわ。雄大しばかれるわ。はい、はい、続きやってやって。待て、OK？ いけた？
そうだ、ありがとう。こっち。じゃあこれがまた完成したら、みんなで幸せに過ごしていけるように仲良くしてくださいね、君たち。分かった人。はい。分かった人。はい。はい。じゃあみんなに何て言った？ブイブイ。ブイ。はい。ブイ。今日や。はい。男。大きい声で三兄弟トントーダ